でしょう。ここからアーメンコーナーが始まります。イエーイ。はい、おはようございます。今日は太平洋クラブナイトコースにやってきました。このホールはゲイリープレイヤーが設計で、なんと13番ホールからアーメンコーナーが始まります。そこで大叩きをしないように頑張ります。今日一緒に回るのはリサちゃんです。よろしくお願いします。はい、リサちゃんの朝一です。お願いします。よいしょ、完璧だよ。おー近い、バーディーチャンス。何番何ヤード？7番アイアン134ヤード。はい、おー入れ、来た。あー惜しい。ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー。もう OK、 アリの動画だから全然。ナイスイン。ちょっとプレッシャーかなり。大丈夫、左にさえ引っ掛けなきゃ。68ヤード。でも手前から行きたいので、58度で行きます。134ヤード、ショートです。8番。おお、いい感じ。ナイスオン。さすが、イエーイ。あ、すごい、塔が治ってる。ね。おー、ナイス、ナイスパ。切れたね、今。打ててなかった。打ててなかった。つま先上がりだから、左に行きやすい。ちょっと短く持って。短く持って。ここからアーメンコーナーが始まります。大丈夫かな。全然問題ないです。右のラフですけど、はい、はい、右のバンカーの裾を狙ってリサちゃんのアドバイス通り行きます。右バンカーの裾、ちょっと前上がってるから。カップ外しますよね。カップ、はい、外す。
な、この見た目が難しい感じ。135、8番。なんじゃない。あーちょっと手前、おーダフった、ダフった出た。境目、境目はね、境目縛り、境目縛りこのホール、リサちゃんが補足中です。落とし場所まで。おお、ナイス、ナイスアプローチ、ありがとう。ああ、オッケー、もったいない。